西暦2205年、歴史の改変を目論む歴史修正主義者によって過去への攻撃が始まった。俺たちは歴史を守るためにサニワである主により権限された。刀剣男子。それでは主のもと、今日も一日を始めるとしよう。出陣がない時はこの本丸で過ごすことになる。俺は不動幸光、織田信長公のところにあった刀だ。知らんな、信長など。同じ主のもとにあったのに、随分と違うものですね。お前があの日の夢を見るのは何か原因があるのかもな。敵は本能寺にあり。かの歴史に名高き大謀反、本能寺の変。織田信長はここで死ぬ。その歴史を守らなければならない。なんで俺たちは歴史を守らなくちゃいけないんだ。俺はあの人が好きなんだ。結局裏切られてああなったではないか。織田にあった刀たちも戦いの中で道筋を見つけるしかない。お前の背中ぐらいは俺たちが守ってやるさ。道は切り開く。お前は刀剣男子だ。ならば歴史を守るために戦う。こんな歴史丸ごと俺が消してやる。